ブリストルフレーターブリストル170フレーター貨物ドアを開いたブリストル170フレーターブリストルフレーターはイギリスのブリストル飛行機が製造した総発輸送機であるまたブリストル170とも呼ばれていた最初旅客機として開発されたが短距離を車両を空輸するのに用いられる貨物機として運用されることが多かったブリストルフレーターは 第二次世界大戦中に開発された機体で、高翼構造で、後着装置は左右の主翼から伸びた支柱の先に、車輪のある固定式であった。また操縦室は、胴体前方の2階にある、現在のボーイング747と同様の構造となっていた。そのため、前方から見ると縦に長い形状をしていた。原型機は1945年12月2日に、初飛行した。 2号機は34隻のある旅客機として1946年4月30日に初飛行しチャンネル諸島航空に就航し半年間に1万人以上の乗客を運んだ。そして3号機は機種に観音扉のカーゴドアを持つ貨物機として完成した。その後は旅客機として就航したものもあったが最初から貨物機として完成した方が多かった。貨物機は 乗用車といった貨物を搭載し、イギリスから海峡を渡るフェリーフレーターとして運用された。また運用輸送機として運用された機体もあった。ブリストルフレーターは1958年まで214機製造された。後継機種が現れたため1980年代まで運航から退役したが、最後の飛行は2004年に博物館で保存するために、 元カナダ空軍の所有機によって行われた、カナダの博物館で保存されているブリストルフレーター。ありがとうございます。